こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回もですね、皆さん見てください。こちらユナイテッドアローズグリーンレーベルリラックシングさんのプレスルームにまたですねお邪魔させていただきました。前回の動画皆さん見ていただきましたでしょうか。そちらがですね結構多くの方に見ていただきまして、もうね第2弾を早速やってみようということで今回もお邪魔させていただきました。まあ今はですね冬物がいろいろと揃っている時期なんですが、まあこのタイミングでもねまたいろんなものが入ってきてまして、僕の中でもですね興味深いものがいくつかあったので皆さんに動画でお届けができればなというふうに思ってます。まあ今回もね PR 動画という形ではなくて、僕のこう率直な意見というか、これ着てみたいなっていうものにどんどん触れたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、という形でねこういろんなものがお店のように並んでいて、なんか皆さんにはね実際にこう一緒に買い物しているような感覚で見ていただけたら嬉しいんですけども、なんかね僕の中で気になるのはニット類ですね。すごくね色が綺麗なニットが多いんですよね。でちょっと皆さんに見ていただきたいんですけども、冬って基本的にアウター類ってある程度決まっていて、今こうやってね、トルソにもかかっているのがダウンだとか、あとはこちらにありますね、まあ、コート類ですよね。このコート類がやっぱりメインになってくると思うんですよ。そこに対してあとは内側どんなものでバリエーション作っていくのかっていうところが、まあ、秋冬のファッションすごく重要になってくるかなと思うんですが、まあ、その時に結構重要になってくるのが、まあ、パーカーもそうなんですけど、やっぱりニット類だと思うんですね。大人の男性には程よく綺麗感があって、なおかつこう適度なカジュアル感もあるニットというのはすごく使い勝手がいいので、その外側のアイテムはあんまり変えなくても内側のカラーバリエーションを増やしていくとかなり見せ方が変えられるかなと思うので、ニットはねちょっとこういろいろ見ておくといいんじゃないのかなと思っております。はい、ということでちょっと見ていきましょうか。このあたりのニットいいですね。今こうトルソーに着せてありますけども、タートルネックですかね。タートルネックがちょっとこうワッフル地になっていて、このこう凹凸感みたいなのもすごく素敵で、なんかねこういった形で少し変化をつける、タートルネックで変化をつけるのもいいかなと思います。まあ、紫のね色味もすごく綺麗ですよね。まあ、ブラックのパンツと合わせていただいてもいいかなと思いますし、このね折り感もまたすごく綺麗なんですが、内側見ると少しこうブルーっぽい形でね色味が違うんですけど、これはこちらにプレスの秋山さんがいらっしゃるので今回も話をですね振って僕をサポートしていただきたいなと思うんですが、どういった感じになってるんですか。この表地がパープルの色合いで、裏地をネイビー使っていることで、はい、まあ、表面に出てくるそのワッフルの色合いというところがこう独特な風合いが出るようになっております。はい、うんうんうん、そうですね、なんか単調な感じじゃなくて少しこう色の混ざり感が楽しめるので、このね雰囲気いいですね。厚みもこう極端に厚すぎず、かといって薄くないので、この上にもうダウンとか着てしまえばもう着こなしが完成するので、このパープルの感じすごくいいですね。他にもこういったブルー系なんかもすごくいいですよね。ネイビーのような濃い感じではなくて明るみのあるブルーですごく雰囲気がいいなと思って、このブルーなんかも差し色にしてもらうといいんじゃないかなと思いますね。上にこうネイビー系だとかブラックのコートを着てもらっても、まあ、ネイビーのコートなんか特に相性いいかなと思うんですが、グラデーションで楽しんでもらえるかなと思うので、これも雰囲気いいですね。なんかニットすごくこの時期バリエーション揃っていていいんじゃないかなと思いますね。ちょっと奥の方にも行ってみましょうか。あっちにもねすごく綺麗な色合いのニット揃ってるんですよね。まさにこうこの時期に活躍しそうな色合いですね。ちょっとこういったカラーなんですかね、これマスタードみたいな、はい、こういった色味もすごくいいですよね。パッと明るい感じがして、こういったものをね上ベージュ系のコートと合わせてもいいと思いますし、ブラック系のコートの中に差し色で入れてもらうのもいいかなと思うので、ちょっとね1枚ぐらいこういった暖色系の明るいニットなんかを持ってみるのもすごく変化球でいいんじゃないかなと思いますね。折り感もねちょっと斜めにこう折りが入っているのもすごく素敵なので、これぜひ皆さんにチェックしていただきたいですね。まあカラー展開また豊富でちょっと迷いどころですが、差し色でマスタードもいいし、あとね僕の大好物のこのグリーン系ですね、
オリーブですね。はい。オリーブなんですけども、ちょっとこう、綺麗な感じの色合いのグリーンですね。これまたいいんじゃないですかね。個人的にこういった色味って、すごく大人の男性の差し色としては使いやすいかなと思うので、少しね、なんかこう、明るい雰囲気出したい方は、このマスタードで、ベーシックの中に程よく差し込むのであれば、これぐらいのね、オリーブの感じもいいかなと思うので、これも要チェックですね。はい。その他にもね、まあこれもなんだかんだで使いやすいんですよね。これ表記がオフホワイトですね。まあパッと明るい色になるので、一番ベーシックで使いやすいのがこのホワイトじゃないですかね。あの差し色としては間違いのない色味なので、ぜひ皆さんこちらもチェックしていただきたいなと思います。はい。ニット系ほんとね、各色素敵な色合いになっていて、個人的には2、3色ぐらいあってもいいんじゃないかなと思うので、ぜひね、チェックしていただきたいなと思ってます。ちょっとここにね、前回ご紹介させていただいた、チェスターコートね、このね、雰囲気もすごく良くて、使いやすいかなと思うんですが、これをですね、お借りしながら、ちょっと着せてみましょうかね。例えば、こういった感じで、マスタード乗せてみると、どうでしょうか。こんな感じで、いいですよね、差し色として。このマスタード自体の色は割とこうインパクトがありますが、上にコートを着てしまうと見える分量が割と少ないので、あの差し色としてすごく機能するかなと思うので、こういった合わせもいいかなと思いますし、あとはですね、まあもうベーシックなホワイトもお見せしましょうか。もうこれも鉄板ですね。もう間違いのないチョイスかなと思うので、ちょっとこう明るさを出してあげるにはオフホワイトもいいかなと思うので、ぜひ皆さん試していただければなというふうに思っております。その他にもね、気になるものはたくさんあって、あとですね、さっきあのトルソーに着せてあって、すごく気になっていたアイテムがあるんですね。それがこちらの、これ中綿のアウターみたいな感じですかね。はい。これね、なんかちょっと雰囲気いいなと思ってまして、まあ、トルソーのやつもう一回お見せしたいなと思うんですが、ちょっとこちらに。これね、いいですよね。スタンドカラーみたいになっているこういったアウターって今季すごく多いなと思っていて、旬な雰囲気が漂うかなと思ってます。まあ、ダウンもいいんですけども、割とこう電車の移動とか、あとは車の移動が多い方はダウンだとちょっと室内暑いんだよなって方もいらっしゃると思うので、そういう場合はこれぐらいの中綿のアウターが結構使えるんですよね。僕もねこの手のものが大好きでよく着るんですけども、せっかくなんでちょっと羽織ってみますね。はい。まあとにかく軽いですね。めちゃくちゃ軽くて着心地もいいですね。どうでしょうか。こんな感じ、こうスタンドカラーの雰囲気がすごく今っぽくて、個人的にこれは気になってるアイテムですね。まあ、内側に僕みたいにこうバンドカラーシャツを合わせて少し綺麗めな方向に振ってあげるのもいいと思いますし、あとはやっぱりニットですね。ニットと合わせてこのね、カジュアルな感じを綺麗な感じでこう中和してあげるとすごくバランスがいいかなと思うので、このね色なんでしょう、オリーブかな。これまた僕オリーブばっかり選んでんな。オリーブがねすごく好きなんですけども、なんか品のあるオリーブでカジュアルになりすぎないので、これまたすごくいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。ちょっとこう変わった素材なんでしたっけ。そうですね、ビワテックスといって撥水加工を施されているんですけど、はい、なるほど。あと、まあ、琵琶湖の水を染色の時に使って、はい、こう綺麗な状態にしてまた琵琶湖に戻すっていうとこう、まあ、エコというかサステナブルな、製法にはなっております。そういったね、今のねトレンドというか、まあ、社会的なねこう意義のあるようなサステナブルっていうところにも配慮されてるっていうところもすごくいいですね。はい、このアウターは一押しですね。なんか一個あると、多分、まあ、真冬も内側をどうレイヤードするかによって使えると思いますし、春先なんかにもね、気軽に着ていただきやすいかなと思うので、これは要チェックアウターかなと思いますね。はい。他にはですね、いろいろとアイテムがあるんですが、気になるのがね、ボトムスなんですよね。ボトムス、個人的にちょっとこの色味がね、いいなと思っていて、これ、なんだろう、グレー系ですか？うん、この色すごくいいですよね。ちょっとこうベージュとグレーが混ざったようなグレージュっぽい色合い。それで、まあ、シルエットとしては少しゆったりめなんですか？太ももまではゆったりめなんですけども、はい、裾口にかけてこう細くテーパードしてる。まあ、テーパード型ですね。なんかこう、細すぎず、
太すぎずというところで、大人の男性が着るにはこのシルエットすごく使いやすいんですね。まあ、今この見えてる部分はこうゴムになっていて、まあ、リラックス感があるんですけど、この部分って基本的に隠れるんですよね。ニットを着ても、まあ、ちょっとこう見ていただくと分かるんですが、こんな感じで隠れてしまうので、ほぼスラックス見えするんですが、でも着心地としてはすごく楽っていうところが、この手のパンツの使いやすいところで、なんといってもこの色味がいいですよね。ちょっとこっちに回ってもらいたいんですよ。はい。ここをちょっと見ていただきたいんですが、ちょうど一番最初、冒頭映ってたかな？ギリ映ってなかったかもしれないですが、このトルソーに着せてあるのはまさにパンと同じなんですけども、全身の色合いがどうしても秋冬って暗くなりがちなので、ブラック系のパンツもいいんですけども、こういったベージュ、グレージュっぽいようなパンツで、少し変化球つけてあげるのもいいんじゃないかなと思いますね。色違いのこのネイビーもね、いいですよね。上半身を明るめにまとめた場合には、ボトムスはちょっとこう引き締めるという意味で、この2つのね、色合いとかシルエット、すごく使いやすいかなと思うので、僕もね、これは欲しいです。いつも黒パンばっかり履いちゃうので、そこにバリエーションをつけるには最適かなというふうに思っています。あと、こっちもいいですよね。これはなんかちょっとこう、肌触り的にも肉厚で、あったかそうですが、これはどういった特徴があるんですか？コットンポリエステルの、まあ、紐感のある、まあ、いわゆるこう保温性の高い短パン。あ、短パンですね。いわゆる。ちょっとこっちにありましたよね。短パン。はい。これですか。僕が持ったのはちょっとグレーですが、これもシルエット的には割と先ほどと近い感じですよね。そうですね。テーパードしていて、さっきの方は洗濯リフが入ってるんですけど、はい、これは入っていない。入ってない。もう少しカジュアルに見えたかな。ちょっと内側見てもらいたいんですけども、こういう感じ。これも肌の接地面があったかいので、これから真冬にはですね、まあ、僕ら世代にありがたい暖かさ。このあたりもね、なんかすごくいいんじゃないかなと思いますね。なんで、まあ、すごくね、こう、暖かさを出したいのであれば、このシリーズもいいと思いますし、あとは、もうちょっとこう、季節感そこまで強く出さないのであれば、こっちのパンツもいいかなと思うので、そのあたりはね、ちょっと悩みどころですが、皆さんのお住まいの地域によってもね、変わってくるかなと思うので、ぜひこのあたりは比較していただければな、というふうに思っております。はい、続いてラストはですね、こちらの小物コーナーもちょっと気になったので、移動してみたわけなんですが、まあ、小物ってやっぱりこう気持ちがこうワクワクしますよね。ファッション自体に彩りを添えることができるので、こういったものにちょっと贅沢なものを使ってもらうのもいいかなと思うんですが、まあ、ここはね語りたいものというか触れたいものがたくさんあるんですが、まずねこのお財布ですかね。まあちょうどこの動画撮ってるのが年末で、まあ年始に見ていただいている方もね多いと思うんですが、年始のタイミングでこうお財布買えるって方も少なくないと思うんですけども、このねホワイトハウスコックスって皆さんご存知ですか？この前の動画見ていただいた方とビギンチューブさんね、なんかこうアイテムありましたけど、僕はこう雑誌ビギンを見る中で結構ホワイトハウスコックス魅力をね感じて実際使ってた時もあります。すごくねこれはもう老舗の革製品ブランドなんですけども、このね、財布、一番、なんていうのかな、王道はこの三つ折りの財布ですよね。これなんていうモデルでしたっけ？じゃあ、トリーフォールドウォレット。はい。まさにこの形がなんかホワイトハウスコックスの象徴とする形で、それを別注という形でやってらっしゃるんですよね。はい、色味がね、ブラックに対して、綺麗なグリーンで、開けた時の華やかな色合いがすごくいいし、まあ別注ってことで、まあ特別感もあって、その点も含めてね、今しかないっていうところで、めちゃくちゃこの雰囲気いいなと思いますね。まあ、通常だとブライドルレザーを使った、まあ財布なんですけども、こちらはどういった素材なんですかね？グッドウッドレザーと申しまして、はい、ブライドルレザーに比べてもマットな雰囲気で、はい、非常に上品に見えるっていう感じになってます、うん。なるほど。これもまたね、使い込むたびに味わいが出て、すごく雰囲気がいいかなと思うので、まあ、ちょっと年末年始のこう、自分へのご褒美には、すごくいいんじゃないかなと思いますね。まあ、これが通常のこう、ザ・ホワイトハウスコックスっていうデザインなんですが、このね、ポケットに気軽に入れやすいようなサイズ感、これもまたこう、現代的な財布のサイズ感かなとは思ってるんですよね。中に開けてもらうとですね、まあ、お札も入るし、コインケースもあって、あとはカードも収納できるので、僕はこれぐらいでも十分今は問題なく使えるかなと思うので、老舗のブランドがコンパクトな財布やってるのは個人的にはすごくね、なんか新鮮な感じしましたね。これもいいと思いますね。あとは、まあちょっとこう、お手頃に買っていただくとしたら、
このあたりのコインケースなんかもなかなか可愛いんじゃないですか。三角形でちょっとしたねこうアクセントにもなるし、この感じのサイズ感可愛いなと思ったので、プレゼントにも最適かなと思いますね。あとキーホルダーとかもこれまた可愛いですよね。色のバリエーションあって、個人的にはこの色合い、なんだろう、グレーとオリーブの間ぐらいの色合いがすごく素敵かなと思いますし、使ってるたびにね手の油がうまいこと乗ってきて色味がね深くなったりするのも素敵かなと思うので、このあたりのねちょっとこう特別感のあるコラボレーションすごくいいなと思いますし、あとあれですね、革靴。これはグリーンレーベルさんのイメージで、革靴はもうジャランスリバヤなんですよね。もう長くやってますよね結構。そうですね、もう10年以上コラボさせていただいてます、ね、そうですよね。この靴のブランドというとコストパフォーマンスがものすごく高いっていうイメージがあって、インドネシアの自社工場で作っているのが、まあ、ジャランスリバヤの靴なんですけども、シンプルなこういったコインローファーで使い勝手がいいというところで、まあ、オフでももちろん使えるんですけども、まあ、ビジネスで使っていただいても全く問題がないので、オンオフで使っていただけるようなローファーになってまして、革の質もすごくいいんですよね。これそうですね、ジュプイ社のジュプイレザーというのを使っていますので、はい、非常に高品質になっております。これはちょっとブランド名は言えないですが、かなりですね高級なブランドでも使われているような上質な素材なので、まあ、使うたびに味わいが出てくるかなと思いますし、あとはソールですね。これがあの革底のものが、まあ、一般的なんですけども、あの半分、上半分がゴム底になっているので、これが結構ありがたくて雨の日でも滑らないので、そういった使い勝手の良さというところも含めてね、なんか素晴らしい別注だなと思っていて、これもちょっと要チェックかなというふうに思いますね。はい、靴もいいし、あとはですね、まあ、マフラーもねめちゃくちゃこの時期にはですね首周りにするので、一つあるとあのアクセントになるので、ちょっといいものを持ってもらいたいなっていう気持ちもあるんですよ。オリジナルのものもすごく素敵で、前回ねあのご紹介させていただきましたが、このジョンストンですね、これもねあのおしゃれが好きな方にとってはもう誰もが知ってるような名門ですね。このマフラーね、これ別注してあるものすごくいいですね。個人的にはこのグレンチェックっていうんですか、この雰囲気がねとっても素敵だなと思いますね。表と裏でちょっとこうね、2色違う、まあ、グレー系なんですけども、無地とチェック柄っていう形で、このあたりのね変化もすごく素敵かなと思いますね。チェックの中にこうオレンジというかブラウンぐらいの色味が混ざっていて、これは素敵ですね。ちょっと巻いてみましょうか。コートがブラックとかでもね、なんかこういったあのマフラーでちょっとしたアクセントをつけてもらうのもいいかなと思うので、ざっくりとねこんな感じで巻いてもらってもいいんじゃないですかね。うん、これは素敵ですね。マフラーね、なんか僕の中でジョンストンズって言うと結構高いイメージがあるんですけど、これ価格がどれぐらいでしたっけ？1万5000円です、ね。うんうん、でカシミア 10% とメリノウール、はいはい、90% という配分。なるほど。なんかねこの価格でジョンストンズ買えるのは個人的に驚きがあって、これまた気軽に取り入れやすいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思ってます。はい、ということで今回の動画はですね、グリーンレーベルさんのプレスルームにお邪魔をしまして、新作の商品を僕目線でこれはいいなと思ったものをですね皆さんにご紹介させていただきました。いつもですね事務所で一人で撮影をしているので、このような華やかな場所で撮影ができて、まあ、僕自身もですねすごく楽しかったですね。まあ見ていただいている皆さんもちょっといつもと違った雰囲気で楽しんでいただけたかなというふうに思っています。実はですね今回こちらにお邪魔させていただいたのにはですね理由がありまして、次の春夏、2022年の春夏の商品なんですけども、一部コラボレーションをさせていただいていまして、新しい商品をですね、作ってる最中なんですね。まあそちらの会議をしてたわけなんですが、今後の動画で少しずつですね、その様子も皆さんにお見せしながら、まあなかなかいい商品ができそうなので、そちらもですね、皆さん楽しみにしていただければなというふうに思っています。またですね、今回の動画、皆さんにたくさん見ていただいて、気に入っていただけましたらですね、まあ定期的にこちらのプレスルームの方にもお邪魔をしまして、皆さんに商品をですね、ご紹介できればなと思ってますので、どしどしコメント欄にですね、皆さんの気に入ったものですとか、こういったものを取り上げてもらいたいっていうのがありましたら、ご質問いただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。
おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。